はい、本日は令和5年3月19日日曜日です。はい、3月19日ということで何の日か調べてまいります。はい、今日はですねお彼岸なんですね。はい、そしてミュージックの日、はい、ミュージック館、はい、そして、カメラ発明記念日、はい、はい、そしてクレープの日。あ、もう何でしょうね。美味しいクレープ。美味しい、ね、はいね、きっと、はい、そして、食育の日、はい、はい、などとなっております。はい、それでは、今日お送りいたします曲ですが、はい、1曲目は故郷の人々です。はい、別名スワニー川とも言います。はい、はい、そしてもう1曲が、はい、はい、花笠音頭です。はい、花笠音頭ね。はい、今日は日曜日ですので間に朗読が挟まります。はい、はい、それでは1曲目の説明お願いします。はい、本日の1曲目は、はい、故郷の人々です。ティーブン・フォスターさんが1851年に制作したアメリカ歌曲で、はい、別名スワニー川としても親しまれています。日本では複数の方が訳詞をつけられていて音楽の教科書にも掲載されているそうです。うん、そうですね。はい、とても綺麗な曲です。はい、英語で歌える方もいらっしゃるかもしれません。はい、それでは聴いてまいりましょう。ミュージックスタート。皆さんこんにちは、朗読講師の結城美音です。今からご一緒に素敵な日本語を声に出して読んでみましょう。今日の読み物は百人一首の和歌、先の大僧正行尊が詠んだ歌です。立派なお坊様である大僧正となった行尊は、
若くして出家し、山々を一人で巡りながら修験者として修行をしていたそうです。桜の歌といえば美しく綺麗な歌ばかりを想像してしまいますが、この歌には何か特別な思いが隠れている気がします。それでは画面の文字を見ながらご一緒に読んでみましょう。もろともに哀れと思え山桜、花よりほかに知る人もなし。声に出して読むと心も体も元気になります。またご一緒に読んでみましょう。はい、本日の朗読はいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは2曲目参りましょう。はい、本日の2曲目は花笠音頭です。はい、花笠音頭の歌詞はいろいろあるそうですが、はい、民謡のため土地によって異なることからどれも正しい歌詞だそうです、うん、はい、花笠音頭に合わせて街を踊り練り歩く日本のお祭り花笠祭りでは、菅笠に赤い花飾りをつけた花笠を手にして踊られるそうで、8月に山形市で行われる山形花笠祭りが特に知られているということです。はい、はいはい、林言葉がヤッショーマカショって言うんですね。はい、リズミカルに歌うととても元気の出る曲です。はい、それでは聴いてまいりましょう。ミュージックスタート。本日の2曲、そして朗読はいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは、おさらいをしてまいりましょう。はい、はい、本日お届けしましたのは1曲目故郷の人々でした。はい、はい、そうですね。はい、そして、ごめんなさい、朗読がありまして、はい、はい、その後2曲目は、はい、花笠音頭でした。花笠音頭、はい、はい、それでは明日お届けいたします曲ですが、はい、明日3月20日月曜日は、はい、戦争を知らない子どもたち、はい、そして、鐘の鳴る丘を予定しております。はい、明日は国際、幸福デーということになります。はい、はい、それでは明日もお楽しみください。本日も良い一日をお過ごしくださいますように。また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。